Hey, what's up? キャプテントラジローです。今回は復帰したら別世界、それでも大丈夫ですというテーマでお話ししていきます。まず質問相談いただいているんで読み上げます。こんばんは。いつも動画を楽しく拝見させていただいています。今回はファイナルファンタジー14について攻略やり込み対人関係とは違う質問があります。私はプレイ歴2年弱のヒカセンです。とある公務員として働いており、だらだら進めてきてやっと最新のコンテンツにも突入することができる程度まで来ることができました。ですが幹部試験に合格し、教育を受ける約半年の間プレイする時間が取れない状態が決まりました。以前も半年ほど14から離れていたことはありましたが、その時は装填入りたてくらいだったので、レベル的にもスキルも揃っておらず操作を思い出すのは楽でしたが、今回ばかりはさすがに忘れてしまいそうで心配です。実際に長期間離れていたプレイヤーの声などいろいろ参考にしているものの、人口が増えること、データセンターが移動することから完全にはわからないといった状態です。こんな時は開き直って帰ってきてから考えればいいやの精神でも良いのでしょうか。まず幹部試験合格おめでとうございます。もう出世街道まっしぐらっていうことで、まあ、喜ばしい案件でございますと。でゲームとはいえファイナルファンタジー14ってMMORPG で多人数が同じ世界で遊ぶので、当然ね人との関わりがあるので、まあ、仲良くなったフレンドとかと、まあ、こういったリアルの話を自分もしたりするんで、そういうの大好きだ。確かにこのゲームはアップデートや調整が定期的に入ったりするんで、長く離れれば仕様が変わってたり、また時間が経つ分内容や操作を忘れてたりすることは実際あるので、それでも復帰して気軽に遊ぶことができるのかっていうのは今回の質問者さんもそうですし、他にも悩んでる方も多いと思います。結論から先に言います。復帰しても秒で遊べます。今回はこのテーマに悩む人に向けて話を進めていきたいと思います。今回の話するテーマはこちら。復帰しても別世界はみんな同じ、人口が増えても環境は変わらない、現行プレイヤーと大差ない理由、そもそもゲームなのでいつでも遊べる、むしろ新しい環境を探せる、この5つのテーマでお話ししていきます。まず1つ目、復帰しても別世界はみんな同じってことなんですけども、復帰しても操作がうまくいかなかったりコミュニケーションとか取れるかなと思いがちなんですけども、これはあなただけではなく同じ境遇の人が山盛りいます。なので自分だけってこともないし、仮に操作がうまくいかないことがあっても現行プレイしててもうまくいかない人もいるので、まあ、特段自分だけがっていうこともないので安心してもいいかなと。そもそも復帰した直後の人って離れてた期間にもよりますが、少なくとも休止する前の環境は必然と異なるわけなので、気にしても違うものは違うからしょうがないよと。2つ目、人口が増えても環境は変わらないってことなんですけど、人口が増えると不安ということですが、この14の仕様を見る限りプレイ人口が増えたところで自分で遊ぶ環境というのは変わらないと思います。そもそも今後一人でみんなで遊べるゲームを目指すということで、現状だとフェイスやコンテンツサポーターといったように完全にソロで遊ぶコンテンツがあったり、まあ、コンテンツを攻略したり練習したりもできますよと。であとはストーリーとかね、このキャラクター誰だよってか忘れてたら後からねストーリーを見返したりとか、前回パッチ 6.1 で更新されたキャラクターの特徴とか物語を読むことができる本みたいなものが追加されたんで、あれこのキャラ誰だったっけって忘れた時にその本を読んで、あ、思い出すことができるってこともできたりします。他にもフレンドや所属するフリーカンパニーも、まあ、自分で選択して自分で遊び方を作っていくというものなので、いくら人口が増えようが自分で遊びたい環境を作れるというわけです。むしろ人が増えたことで所属するフリーカンパニーを選択する幅も広がるし、コンテンツのマッチング率が増えることもあり、遊びやすくなる利点もあります。人間関係がめんどくさい、誰とも付き合いたくない場合はどこにも所属せずに一人で遊べばいいわけなので、人口が増えても環境は変わらないと言えます。3つ目、現行プレイヤーと大差ない理由ってことなんですけど、まあ、復帰したらね別世界でここどこですかってあるかもしれませんが、実は現行プレイヤーと大差ないタイミングっていうのがあります。それは新しいパッチ更新や大型アップデートのタイミングです。新コンテンツが来ているイコールそれのクリアを目指す人がまあ多いので、復帰してもそこを目指すという点では進め方が同じとも言えます。14
他にもアップデートごとにジョブ調整が入ったりするんで、例えばスキルの内容が大きく変わるものもあるので、そういう点で見ると現行の人も触りながらテストして練習していくみたいな環境があるので、仮にそのタイミングで復帰したのなら、一つの出来事に対して疑問を持つのが現行の人も復帰の人も同じという場合があります。そもそもこのゲーム自体ストーリーだけ進めるとすぐに最先端に追いつけるように都度アップデートが入っているので、仮に約半年間離れていたとしてもすぐに追いつこうとすれば追いつけるのでご安心くださいと。仮になんですけども、自分の FC メンバーとか見てみると、初めてまだ半年ぐらいなんですけど最先端で遊んでるっていう人もねいるわけなので、自分のプレイスタイルに合わせて周りは気にせずに遊べばいいんじゃないでしょうか。そもそもゲームなのでいつでも遊べるってことなんですけど、そもそも論なわけなんですけど、ゲームなのでいつでも遊べます。別に実在するコミュニティに所属してたりとか仕事や会社ではなく、ゲームの世界ってあると。多分今までゲームしないと怒られるっていうことはなかったと思うし、空いた時間にやるっていうのがベースだと思うんですけども、プロゲーマーは別として、なので自分の好きな時に好きなタイミングで好きな遊び方で遊べばいいんじゃないかなと思います。ゲームは娯楽だと思うので。で、14と普通のゲームと違う点なのがアップデートし続けるということです。仕事も落ち着いたし久々にゲームでもやるかってね、やって前のままだとすぐに飽きちゃうと思うんですけど、14はアップデートが入り続けて新しいコンテンツも遊ぶことができるし、で過去のコンテンツも残ってたりとかさらに遊びやすく修正されたりするので、これいつ遊んでも面白いわけであると。そして最後のテーマ、むしろ新しい環境を探せるってことなんですけど、長く休止すればするほど復帰した時は以前と環境が異なってたりします。なのでいっそのこと新しい環境下で遊ぶことも新鮮で楽しかったりします。以前のように遊びたければ以前の状態に戻すように努力すればいいだけだし、新しい環境であれば例えば新しいフリーカンパニーを探すとか自分の中で遊び方を選択することができます。これは今も未来の復帰後の環境も変わらないとは思うので、どっちにしても自分の好きなようにできるんで、今14のことが気になって例えば仕事に集中できないっていうことがあるのであれば、結論としては帰ってきてから考えればよしです。で、自分も実は過去に半年ぐらい休止していたことがあって、復帰したら確かにね環境は変わってたんですけど、その時のことって半年前に予測してたことかって考えると、全然違うし、結局復帰したその時の環境に合わせていくことになるんで、今から考えてもしょうがないねっていうのが答えです。ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。アトモス村の片隅で根を張る海賊の船長やってます。我らがトラジロー。 Hey, what's up? あっち行って誤字してあは、これがデボです。よそ行って誤爆して土下座へも、たまに漢字も読めないけどそれはそれでネタ的によしよし、楽しく遊ぶが心情のふふふんふふふんふふふふふふん、とっとっとっととらとらじろう、とっとっとっととらとらじろう、そんないい感じに踊ってくとらじろう運動。